ここが千尋さんの住んでるマンション。とても綺麗なところだわ。千尋さん、もう帰っているでしょうか。どうかしら。右側のチャイムをタッチします。これがインターホンね。はい。千尋さん、こんにちは。あら、キャサリンさんに浜口さん。こんにちは。一体何の用でしょうか。昨日お会いした時にもお伝えしましたが、千尋さんに事件のことについて伺いたいのですが、お時間よろしいでしょうか。今からですか。ええ、すぐ終わりますので。ね、仕事で疲れて帰ってきてるところでね、疲れちゃうよね。それとも、また改めて伺った方がよろしいでしょうか。いえ、今からで構いません。どうぞお入りください。ありがとうございます。突然お邪魔してごめんなさい。着替えてないし。いいえ、構いませんよ。お邪魔します。あら、とても素敵なお部屋。なんか置いてあるけど、先にお話ししよう。千尋と話します。あら、スーツということはもしかして仕事から戻られたところでしょうか。ええ、先ほど仕事を終えてちょうど帰ってきたところです。もう少し後で来た方が良かったですね。いいえ、それより事件のことについてお話に来られたのですよね。ええ、いろんな人から事件についての話を聞いているところなんです。何か進展はありましたか。いいえ、なかなか犯人を突き止めることができなくて。ですので千尋さんにお話を伺いたのですが、よろしいですか。わかりました。私だけ協力しないわけにもいきませんし、答えられる範囲でよければお答えします。ありがとうございます。それじゃあ早速上から行きます。アリバイについて聞きます。事件当時の行動について伺いたいのですが、慶之進さんが能楽堂で稽古をしていた時、千尋さんはどこにいらっしゃいましたか。公園の住民のため社長室と受付との間を行き来していました。いろいろとすることがあって忙しかったんです。そうですか。その時能楽堂へは入られましたか。いえ、用があったのは受付でしたので能楽堂には入っていません。受付に美恵子さんがずっといらっしゃいましたから、彼女も知っていると思います。確かにこの証言は美恵子さんの証言と一致するわね。千尋さんのアリバイは完璧だわ。証拠、千尋と美恵子のアリバイが更新されました。千尋と美恵子のアリバイ、千尋と美恵子のアリバイは合致。犯行時刻中、美恵子は受付に、千尋は受付と社長室との間を往復していた。千尋さんが受付にいた時、誰か怪しい人物などを見たりしませんでしたか。怪しい人物ですか。いえ、受付で見かけたのは美恵子さんだけです。そうですか。
緑泉屋について聞きます。事件が起きた後、緑泉屋内部の様子はいかがでしたか？現在各店舗は通常通り営業していますし、本社も通常の業務を行っています。そうなんですか。社長は警察に行っちゃったけどね。ええ、清太郎さんが出る予定の道成寺も準備がほとんど終わりましたし、あとは本番を待つだけです。慶之進について聞きます。亡くなった慶之進さんについて何かご存知ありませんか？慶之進さんですか？ええ、何かトラブルを抱えていたなど。私は慶之進さんとあまり親しくないと言いますか、顔は当然知っていますけれど、あまり話したことはなかったですね。慶之進さんは緑泉屋の能楽堂をよく利用されていたんですよね。ええ、ですが有名な方ですので、近寄りがたいと言いますか、違う世界の人という感じでした。そうですか。それに私、能にはあまり詳しくなくて、この前キャサリンさんもお聞きになったと思いますが、私、歌舞伎と能の違いもよくわからないんですよ。証拠、千尋は能に詳しくないを入手しました。千尋は能に詳しくない。千尋は能についてあまり詳しくない。レゴによると歌舞伎と能を間違えたことがあるらしい。こんなこと言っては失礼なのですが、能ってちょっと地味ですよね。能よりはミュージカルやオペラの方が華やかで好きなんです。あら、私もオペラは大好きよ。まあそうなんですか。キャサリンさんとは気が合いそうですね。能楽堂について聞きます。緑泉屋の能楽堂について伺えたのですが、はい、あの能楽堂は英子さんが慶之進さんのために作ったという噂があるようですね。ええ、美恵子さんから聞いたことがあります。それがいつ頃だったかは分かりませんか？実は私、2年前に入社しましたので、能楽堂が建設された当時のことはよく分からないんです。ごめんなさい。そうだったんですか。証拠、千尋は2年前に入社を入手しました。千尋は2年前に入社。千尋は緑泉屋に2年前に入社した。あら、あの机の上にあるものは一体何かしら。かんざしかな？調べてみます。あら、これは確か。え？ああ、それは共感雑誌ですよ。そう、思い出しました。かんざし、髪を留めるときに使うんですよね。ええ、とても綺麗ですね。このタイプのかんざしは初めて見ましたけど、飾りがすごくいいわ。これはトンボ玉ですね。ええ、トンボ玉、この小さく収まっているところがすごく素敵だと思います。これはどこで買ったんですか？これはいただいたものなのですが、そうですね、原商店というお店に行けば同じものを売っていると思います。原商店ですか？おばあさんが一人で経営している昔ながらの小さなお土産屋なんです。
そこのおばあさんとは親しくしていますので、私の友達だって言えばサービスしてくれるかもしれませんよ。それは嬉しいですね。早速帰りにでも行ってみます。キャシー、そろそろおいとました方がいいんじゃないですか。あら、ほんと、もうこんな時間。すみません、長居してしまいましたね。そろそろ失礼します。突然お邪魔してすみませんでした。いえ、お気になさらないでください。早く事件が解決されるといいですね。ええ、ご協力ありがとうございました。それではお気をつけて。これでようやく犯行が可能だった人物全員から話を聞き終わったわね。ええ、やっと終わりましたね。でも結局何もわからなかったですね。何言ってるのよ、調査はこれからでしょ。集めた情報を整理して、それからまた聞き込みをして。キャシー、ちょっとオーバーペースじゃないですか。少しは休んでくださいよ。あら、私はまだまだ大丈夫よ。いいえ、少しは調査のことから離れてください。これはお願いです。そうね、わかったわ。一郎がそこまで言うなら少し休憩しましょう。ええ、そうしましょう。それじゃあ気分転換にどこか行きましょうか。それはいいですね。どこか行きたいところありますか。なんで調査中にさ、脱線させようとするんだろうか、これ。それじゃあすぐさデートしようとするよね、調査のことほっぽっといささっきトンボ玉のかんざしのことを聞いた原商店に行きます。気分転換に原商店行ってみましょう。原商店、ああ、千尋さんが言ってたお土産屋ですね。ええ、そうよ。トンボ玉の京かんざしを見てみたいの。ショッピングですか、いいですね。賛成です。それじゃあ早速行きましょう。じゃあ原商店へ移動します。ああ、ありました、このお店ですよ。やっと見つけたわね、ごめんください。はい、いらっしゃい。このお店の雰囲気とってもいいですね。あらあら、それは大きに。日本語の上手な外人さんやね。ふふふ、ありがとうございます。実は私たち千尋さんにこのお店を紹介していただいたんです。あらあら、千尋ちゃんのお知り合いやったんですね。ええ、キャサリン・ターナーと申します。キャサリンさんやね。うちの店にはあんたさんみたいな外人さんもよく来はるんですよ。キャサリンさんはどこから来はったんです。アメリカから来たんですけど、今は京都に住んでるんです。あ、そうだわ、名刺をお渡ししますね。まあまあ、ご丁寧にありがとさんです。私は原哲子って言います。人物相関図に原哲子が追加されました。原哲子、原商店を経営しているおばあさん千尋の知り合い。
そちらのお連れさんは日本の方ですよね。はい、浜口一郎と申します。キャサリンさんに浜口さんですか。ほな、ゆっくり見ていってくださいね。じゃあ原さんと喋ろう。可愛いお土産が多いんですね。ええ、この辺は修学旅行生も多いですから、思い出になるようなお土産をたくさん置いているんですよ。そうなんですか。どれも個性的で素敵ですね。せっかくだからテスコさんともっとお話をしてみようかしら。テスコの部屋ってことか。じゃあ上からね、千尋のことについて聞きます。テスコさんは千尋さんと親しくされているんですよね。ええ、そりゃあもうちっちゃい頃からよう知ってます。家族同然なんですよ。でも千尋ちゃんに外国のお友達がおるなんて知りませんでした。千尋さんとはこの間緑泉屋を取材した時にお会いしたんです。ああ、あの事件のあった緑泉屋ね。あんな事件が千尋ちゃんの近くで起きたやなんて心配で心配で。あら、殺人事件のことご存知なんですか？ええ、千尋ちゃんが勤めてる会社やからすぐに分かりました。なんでも能楽師の方が亡くならはったって大変やったとかって全然言えてなかった、ごめんね。ええ、そうなんです。ほんまに心配やわ。最近千尋ちゃん元気なさそうやったし。ええ、事件が起きて落ち込んでいるみたいで。いえ、実は事件が起きる前から元気がなかったんです。事件の前から千尋さんに何かあったんですか？多分仕事が忙しかったんとちゃいますやろか。もうすぐ公演があるさかい準備はなんやって忙しゅうしてはりましたし、証拠、最近の千尋の様子を入手しました。最近の千尋の様子、徹子によると事件前から千尋の元気がなかったという。そうですか。店のことについて聞きます。このお店は徹子さんがお一人で経営しているのですか？そうです、もう30年になりますかね。この辺りはお客さんが多いみたいですね。ええ、観光で来はる方が多いさかい、いろんな方と話せて楽しいです。京かんざしについて聞きます。あ、そういえばトンボ玉がついている京かんざしはありますか？あら、まあ京かんざしに興味があらはるんですか？小菊で、あの京都弁というか訛りが今回ないなと思ったら、まさかの徹子さんが喋りはるという。ええ、先ほど千尋さんの部屋にお邪魔したんですが、その時京かんざしを見せてくれたんです。とても綺麗で可愛くて私も欲しくなって。まあそうやったんですか。京かんざしでしたらこの色なんかどうですやろう。キャサリンさんの髪にはぴったりやないですか。あら、ほんととても素敵だわ。それが気に入ったのでしたら僕がプレゼントしますよ。ほんと、サンキュー一郎。持ち物リストに京かんざしが追加されました。京かんざし、浜口に買ってもらった京かんざし。そういえば千尋さんはあの京かんざしを誰かにもらったみたいですね。
ええ、あれは千尋ちゃんが大切にしてはるものなんです。大切にしている？もしかして恋人にもらったものかしら？あ、それは違います。あれは千尋ちゃんの妹さんの形見なんです。形見？亡くなった方の思い出の品という意味ですが、亡くなった千尋さんの妹さんがですか？なんだろうね、事故か病気か。ええ、2年前に。子供の頃にご両親を亡くされてからは妹さんと暮らしてはったんですけどね。そうなんですか。かわいそうな子なんです。その千尋ちゃんが最近元気ないんが心配で。千尋ちゃんはとってもええ子やさかい。キャサリンさんも仲良うしてあげてくださいね。ええ。証拠、共感刺しは妹の形見を入手しました。共感刺しは妹の形見。千尋が大切にしている共感刺しは亡くなった妹の形見らしい。ごめんください。あれ？ いらっしゃい。男の子向けの扇子が欲しいんですけど。ええ、こちらにあります。本当ですか？秋彦さん、見つけたわよ。ああ、これで友人の子供へのお土産が買えるよ。東京で買おうとしても種類が少ないからね。見つかってよかったわね。本当にいろんな人が買いに来るんですね。この人たちは次のお話で出てくるね。そうね。徹子さん、そろそろ私たちは行きますね。あらあら、そうですか。また寄らせていただきます。ほな、また来てくださいね。愛想のいい方だったわね。そうですね。千尋さんとは親しい仲みたいでしたね。千尋と徹子は知り合いの関係であると判明しました。それにしても、いろんなお土産が置いてあったわね。また今度ゆっくり見てみたいわ。ええ、また今度来ましょうか。ここ好きだな、歩くの。すっかり遅くなってしまいましたね。そうね、いろいろ調査したけど、疑わしい人はいなかったわ。ええ、やっぱり勘之助さんが犯人なんでしょうか。状況を見ると勘之助さんが怪しいかもしれないけど、でも私は違うと思うわ。ねえ、一郎、とりあえず今の状況を一度整理してみましょう。ええ、そうですね。浜口と状況を整理します。浜口と状況整理。全員の話が聞けましたので、アリバイについて整理していきましょう。OK。ケイノシンさんの死亡が確認されたのは、稽古が終わった後でした。私たちが能楽堂に入った時には、もうすでに亡くなっていたのよね。ええ。犯人が青酸カリをポットに混入させた時間、それが犯行時刻になるんですが、キャシーは覚えていますか？ええ、もちろんよ。犯行が行われた時刻はこの時よ。犯行時刻、適切な選択肢を選べ。
では選択します。道成寺の稽古中、これを選択します。決定。犯行時刻は道成寺の稽古が行われていた時間帯よ。そうですね。稽古が始まる前に僕もお茶を飲みましたが、何ともありませんでした。つまりお茶に毒が入ったのは稽古中ということになります。ということはこの時間帯に能楽堂にはいなかったというアリバイがあれば、その人は犯行が不可能だったと判断できるのね。ええ、そうです。それじゃあ犯行時刻と比べながら全員のアリバイを確認していきましょう。わかりました。それじゃあまずは神之助さんから。事件が起きた時、神之助さんが真っ先に疑われましたが、それはなぜだかわかりますか？ええ、なぜなら犯行時刻中、神之助さんがある場所にずっといたからよね。ええ、そうです。犯行時刻中に神之助さんがいた場所はここよ。神之助がいた場所、適切な選択肢を選べ。これは能楽堂。決定。事件現場となった能楽堂で稽古をしていたのよ。そうです。犯行時刻中、神之助さんは能楽堂にずっといました。でもそれはあくまで近くにいただけで、ポットに毒を入れたという証拠はないのよね。そうなんです。それに芸能人さんを殺害する動機も考えられません。そう、そこが気になるから調査を始めたのよ。じゃあ次は玲子さんのアリバイを確認しましょうか。あら、玲子さんならアリバイがあるわよ。そうですね、玲子さんは犯行時刻にあることをしていました。それがアリバイを示す証拠となります。ええ、玲子さんが犯行時刻にしていたことはこれよ。玲子がしていたこと、適切な選択肢を選べ。これは取材を受けていただよね。決定。玲子さんは私たちの取材を受けていたわ。その通りです。稽古が終わるまでずっと取材をしていたから、玲子さんが犯行に及ぶのは無理ね。そういうことになります。それでは清太郎さんのアリバイについてです。 OK、 何でも答えるわよ。犯行時刻中、清太郎さんはある場所にいました。ある人がそれを証言しているのですが、どこの誰が証言したか覚えていますか？当たり前じゃない。清太郎さんのアリバイを証言したのはこの人よ。清太郎のアリバイを証明した人物、適切な選択肢を選べ。選択します。アガサコーヒー店のマスター。決定。アガサコーヒー店のマスターさんよ。ええ、その通りです。マスターさんの話だと、清太郎さんは13時から15時前までずっと店内にいたみたいね。ええ、ですからアリバイは成り立つということになります。清太郎さんのアリバイも証明されてるなら、次は千尋さんのアリバイを考えてみましょう。千尋さんは確かお仕事中だったわよね。ええ、緑泉屋の車内を行き来していたようですが、能楽堂には入っていないそうです。そのアリバイはある人物の証言によって成り立っています。千尋さんのアリバイを証明する人物、
それはこの人よ。千尋のアリバイを証明した人物。なんでここに来て選択肢じゃないんだろう。じゃあ、選びます。右の方です。みえこさんね。決定。千尋さんのアリバイはみえこさんが証明したわ。ええ、そうですね。みえこさんによると犯行時刻中に何度か千尋さんに会ったみたいですが、能楽堂に入っていくことはなかったみたいです。千尋さんどころか誰も能楽堂に入っていくことはなかったって言ってたわ。そうなんです。それは美恵子さんが犯行時刻中ある場所にいたからできる証言なんです。ええ、美恵子さんはずっとこの場所にいたと証言しているわ。美恵子がいた場所、適切な選択肢を選べ。これはずっと受付にいた。決定。美恵子さんは犯行時刻中ずっと受付にいたって証言しているわ。これはかなり重要なことですよね。イエス。受付にいた美恵子さんが犯人を見ていないなら、やっぱり神之助さんの犯行なのでしょうか。振り出しに戻っちゃったわね。結論、犯行が可能だった人物全員にアリバイがあることが分かった。やはり能楽堂にいた神之助が犯人なのだろうか。全員にアリバイがあるということなら、やっぱり神之助さんが怪しくなっちゃうのよね。最も怪しいという点では調査を始めた当初から変わりませんね。神之助さん以外だと能楽堂に一番近かったのは美恵子さんということね。ということは美恵子さんが、わからないわ。直接的な証拠があるわけじゃないし、その他の人もアリバイがあるし。そうですね、結局誰が能楽堂に入ったかわからないままですよ。ええ、もうダメ、八方塞がりだわ。キャッシー、しばらく事件から離れてみてはどうですか。どうしてこの恋人は事件から離れさせようとするんだ。明日は清太郎さんの舞が見られますし、いい気分転換になると思いますよ。そうね、明日を楽しみにしているわ。明日は一郎の言う通り、事件から離れて道成寺を楽しみましょう。気分を変えて頑張ればこの事件の謎もきっと解けるはずだわ。どうやらキャサリンは調査に行き詰まってしまったようですね。でも当然あなたが解決してくださいますので、私としては安心。あら、ひょっとしてお疲れではないですか。え、そうですか、わかりました。それでは私がバレエを披露しますので、皆様リフレッシュしてくださいませ。うふふふふふふふ、回ってるよ。疲れが飛んでいくのを感じるかしら。うふふふふふふ。
これで終わり。はい、ありがとうございました。じゃあ次回に続きますね。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。